次は C から B 分の G というコードのコードチェンジです。B 分の G というコードは、キーが C の時に非常によく出てきますので、ここで紹介します。この C の状態で中指を一つ、上に持ってきます。そして、薬指を離しまして、小指は一弦につけます。人差し指も離します。で、この状態で5弦から下を弾くわけですけども、親指で6弦をこのように触れておきます。関節をこうやって曲げて触れます。で、音が出ないようにします。6弦がこうやって鳴ってしまうと、これ Em7 というコードになってしまいます。これを、親指でこうやって触れて音出ないと、5弦から鳴らすと B 分の G というコードになります。